高校生に早い時期から妊娠や出産への知識を高めてもらおうと、県などが作成したライフプラン動画を使ったモデル事業が小松島市で行われました。2月27日、小松島西高校では県と県教育委員会が作成したライフプラン動画を活用したモデル授業が行われました。みんな、考えてみてください。お互いの体のことを知っておくと、きっとお互いを大事にすることができるわ。この日の授業のテーマは妊娠・出産と健康。商業科の生徒を対象に男女の体の違いや高齢出産に伴うリスクなどが解説されているライフプラン動画をもとに授業が行われました。また、自分たちの将来設計についてイメージを高めてもらおうと、家族計画に関する4コマ漫画を作成するグループワークも行われました。妊娠のこととか親から教わるとか、ちょっと気まずいけん、こういう授業で学んだら勉強になりますね。今後のライフプランとかを考えるきっかけになったんで、すごくいい勉強になりました。やっぱパートナーとしっかりやっぱ話し合うってことはとても一番大切だと思いました。若い年齢から出産について身近に感じてもらいたいなと思い、こういった動画であったり授業をさせていただきました。視覚的に頭に入りやすいっていうことを授業を通してすごく感じました。県は妊娠前からの健康管理、プレコンセプションケアを推進しています。若い世代に早い時期から自分のライフプランを考える機会を設け、妊娠や出産への正しい知識を身につけてもらうことが狙いです。妊娠や出産、性について正しい知識を持つことというのが、将来子どもを持つことを望む方だけでなくて、すべての人にとってとても重要なことです。ぜひ若い世代の皆さんや保護者の方々にもご活用いただいて、この動画が将来について考えたり話し合うきっかけとなることを期待しております。こうした取り組みを通して、妊娠前からの健康管理、プレコンセプションケアの推進につなげていきたいですね。